シュバルツバルト国立公園の一風景ドイツの国立公園の地図ドイツの国立公園は国際自然保護連合の国際的に認められたカテゴリーによるカテゴリー2の保護地域であり主に大規模な自然及び近自然地域と大規模な生態学的プロセスを保護するために設置されている連邦自然保護法の24説によるとこれらの保護地域は 一つ以上の生態系の生態学的完全性を確保すると同時に、自然、研究、教育、レクリエーションを体験する機会を促進することを目的としている。ドイツの国立公園は16カ所あり、その総面積は105万442ヘクタールになる。しかし、北海とバルト海の海域を除くと20万8238ヘクタールしかなく、これは、 ドイツの陸域のわずか0.6%に相当する。対照的に2017年末のドイツには8833の自然保護区があり、総面積は2627,510ヘクタールと北海とバルト海の12海リゾーンを含むである。これはドイツの面積の6.3%に相当する。ドイツの国立公園をいくつか挙げる。ありがとうございます。